王道に白もいいけれど、他の色も。あ、お疲れ様です、プロデューサー。プロデューサーには、どんな色が似合うかしら。<laughs> ウェディング衣装の話です。今、雑誌を読んでいて、この、みんなの理想のウェディングって記事が、とても興味深いんです。 衣装の色や形、四季の種類や雰囲気まで、たくさんの意見が載っていて参考になります。ほら、私ももうすぐですし、もうすぐ、ウェディングの撮影のお仕事があるんですよね。だから、自分の中でイメージを固めておきたかったんです。 今はウェディングも自由なスタイルが多くて素敵ですよね。私も撮影では自分らしく伸び伸びとできたらなって思ってます。あ、これがそのお仕事の資料なんですね。どれどれ。あら、この衣装は どうですか <laughs> とっても楽しみです。ウェディングは心に残るものにしたいですよね。それが撮影であっても。当日は誰も見たことのない高垣楓、お見せしますね。 一生、あなたを大切にします。<laughs> 驚きましたタキシードを着たからでしょうか自然と言葉が出てきちゃいました。タキシードも、それに似合うスマートな所作も、誓いの言葉も。慣れているわけじゃないのに、 不思議としっくりくるんです。もしかしたら、ずっとこうしたかったのかもしれませんね。プロデューサーの手を取って、二人の永遠について語ってみせる。そんな、独占的な振る舞いを。<laughs> タキシードを着た楓は、 リリシード。なんて。あらこのダジャレ、イマイチでしたかああ、よかった。タキシードのダジャレは初めてだったので、うまくいくか不安だったんです。あ、そろそろ撮影が始まりますね。かっこよさとは、 見た目を作ろうことではなく、心を磨き上げることだと、私は知っています。あなたが教えてくれましたから、今夜の私の姿は、プロデューサー、あなたの姿でもあるんです。<laughs> 夢中にさせてみせますから、 覚悟しててくださいね。